真昼の月へと浮かび上がった真っ白に光る月光中心を一房噛みちぎって届けに行くのだというのです。昼の月へと浮かび上がった真っ白に光る月光中心を一房噛みちぎって届けに行くのだというのです。グリグリメガネの指輪は俺が伝えると声をかけた。でもひらり飛んでたその後にはタブの灰が残るだけでした。また消えた大人にならないんだな。響いた思いが夜を撫でた。言葉になれないまま土に染みて消えるような思いが音を立てた。思い出せるように泣いたりはしないぜ。聞こえるだろう。戻るつもりはない。カウンターへ踊れ。目を伏せたくらいじゃ隠せないんだな。やがて思いは滲んだようだ。夜をかき分けて赤い日が灯ったらせめてほら響け。また今日が来ても思い出せるよう。響いた思いが夜を撫でた。言葉になれない土に染みて消えるような思いが音を立てた。思い出せるようにその日を越えられるよ。
ダイヤの構造ってどんなあったっけ。ねえ君か思っているほど僕はバカじゃないよ。気がする。逆に上げたら出るかな。君が使う言葉一つで僕あ無理だ。が使う言葉一つで僕はいつも胸が痛いよ。ねえ君が思っているほど僕はバカじゃないよ。あ、無理だな。今日やめとこ。なんとなくわかるんだよな、裏声が出る日と出ない日。当たり前か。歌は負けなんねえかな。決めてよ、そうだよな、だからいつかが誰かがきっと見てるから、誰でもない誰かがいた、もうあんたでいいから見ててよ、そうだよな、だから
たら誰かか。いやーなんかもう恥ずかしいくらい弾けるような気がしてる。ずっと誰にも言わなかったけど今なら言える。いや明日の朝恥ずかしくなる。いつものやつだとしてもずっと今まで言えなかったけどサビなら言える。嘘つけば嫌われる。本音を言えば笑われる。ちょうどいいところは埋まってて、今更帰る場所もない。現実を見てうなだれる。理想を聞いて呆れ返る。なんとなく残ってみたものの、やっぱりもう居場所はない。もしも生まれ変わったならいっそ家電にでもなって、空気清浄機とかなら楽してやっていきそうだな。何も言えずに黙ったまま空気を読んだふりをして、遠くから見てるだけの俺みたいなし。でもいやーなんかもう恥ずかしいくらい弾けるような気がしてる。ずっと誰にも言わなかったけど今なら言える。いや明日の朝恥ずかしくなる。いつものやつだとしてもずっと今まで言えなかったけどサビなら言える。前に進め前に進め、不規則な生活リズムで、もっとずれるもっとずれる、明日も早いな。前に進め前に進め、不規則な生活リズムで、ちょっとずれるもっとずれる、明日も早いな。前に進め。これも上げた方が調子がいいような気がしますしないでもないね。あーなんかもう恥ずかしいくらい弾けるような気がしてる。ずっと誰にも言わなかったけど今なら言える。いや明日の朝恥ずかしくなる。いつものやつだとしてもずっと今まで言えなかったけどサビなら言える。前に進め前に進め、不規則な生活リズムで、ちょっと捨てるもっとずれる、明日も早いな。前に進め前に進め、不規則な生活リズムで、ちょっとずれるもっとずれる、明日も早いな。前に進め。休憩するか。そういえばせっかくリバーブかけるようにしてたのにしてないな。なんかいつもあれなんですよね、あのマイク、このノイマン立ててボーカル用に、いつもそのままもうめんどくせえから、そのコンデンサーでババッと全部拾えばいいかみたいな感じでやってるんですけど、最近前の配信とかもそうかな、なんか普通にアコギにマイク立てるかと思って451立ててます。 C451 若気のやつ。結構いい音するよね。
赤毛といえばあの 金のやつが僕は好きだけど、金のコンデンサー414か、あの銀と金があるけど金の方が広域がキラッと取れて好きなんだよな。スタジオでレコーディングするときとかにはあのピアノとかに使ってるエンジニアさん見るよね。451は451じゃないわ、414か。キラッと撮れるからいいマイクだなと思うけど。意外と451ってね綺麗に撮れるんですよ。その C451 っていうマイクがある話をしてます。気づいたら年末なんだよな。そういやライブやりましたね。ライブちょっと前だけどね、謎のアンプ買って、ウェストミニスターっていうワトキンスのね、すごい中古の楽器屋でボロボロのやつが売られてたから買うかな。ちょっと結構前だな、でもこの話言ってなかったけど。すぎてガリがめっちゃ出てるって、わかんない、今コンデンサーで拾ってるから伝わらないかもしれないけど、ね、なんか結構面白い音がしてんだよ、確かね、あれもついてるんだよな。あれ？なんかスイッチを押すと普通にコーラスがつくようになるみたいな。昔のアンプだからね、そういうしょぼいって言っちゃダメだけど、謎の機能しかついてなくて、でもそのコーラスのかかり具合が結構好きだったりしたな。ねえ。
すぐガリが出る。どうなんでしょうね、こういう謎の機材を買っちゃうのは。お金の無駄遣いな気がするけど、でもレコーディングでも扱ってないから、マイク立てて面白い結果が出たら出たでいいのかな。楽しい。新しい機材をね買うのはいいことだよ。今僕が今楽しがってたのはそっちじゃなくて、今買った機材の方、今言ったアンプの方じゃなくて、なんか1年くらい前に買った、1年も経ってないか、まあ1年経ってるか、1年くらい前に買ったギブソンの ES330 なんですけど、ギター弾くたびに楽しいんだよな。ただ僕のそのギタリストとしての癖というか、結構そのギターの話になっちゃうけど、フロントピックアップって言って、そっちの方の近くで、なんかギターのね真ん中ら辺の方で、そっちの近くでそのピッキングをする癖があるから、そっち寄りで330の構造的に当たっちゃうんだよね結構。でカチカチ音が鳴るっていう、まあエレキだからそんな音あんま入んないんだけど、結構弾きにくい。でも音は好きだしな、330。ウェブでは使ってないけどね。よいしょ。コメント全然見てなかった。うん、あ、そう、あの P92 発のやつね。意外とね、箱物のギターっていうのはなんか弾けば弾くほど楽しくなっちゃうけど、レコーディングで使いにくいんだよな。
そう、これそういえばこのね、これ東作のライブで昼飛びの前奏でやったファンクディファイドのオマージュなんですけど、のスラップなんですけど、これがねなんかよく気づくなって思う人がいてさ、その原曲がダドガドチューニングって言って、DADGAD で変速チューニングなんだけど、それをレギュラーで無理やり弾くっていうね、みんな真似しちゃいけないことやっちゃってるから、あれね、でもそれ気づいた人いてね、なんかすごい恥ずかしい気持ちになっちゃったね。あんまやっちゃいけないよ。だからちょっと音とか省略はしてないか、別のとこ弾いたりしてるしね、音取り方。よく気づくなって思うよね。それからじゃないと昼飛びに行けないから、昼飛びがレギュラーだから、レギュラーじゃない半音下げか。そのどうやって弾くか皆さん研究してください。人間なんとかなるもんだよ。なんかやるか。そういえばさっきグリグリメガネと月光虫って歌を歌ったんですけど、最初古川本舗さんが活動を再開してて、僕は嬉しかったですね。嬉しかった。アスケアとかできない、それはね、頑張るんだよ。僕親指と中指の2つだけだね。でしょ、これは頑張るんだよ、頑張るんだよ。なんかやってればできるようになるよ、多分。故障はできないけど、なんとなくでなんかやってたらできるようになったし、なんとなくでやってみるのがきっと大事。学校の再演嬉しいっす。そっか、ありがとう。そうだね、月光もう一回やります。前規模がねちっちゃくて、ライブ前月光やった時、月光っていうコンセプトライブやったんですけど、その時そう、我々の身の丈に合ったところから始めていかなきゃいけないということで、そうだね、なんかちっちゃなとこでやったんですけど、ちっちゃくないけどね、あんなコーストとかでしょ。コーストってめちゃくちゃでかいから、我々その音楽をやってきて、その志してきた人間からするとさ、コーストってだって立ち見で2400とかだったっけ、入るわけよ。そんなんねえ、コーストとかそういうね、だからゆっくりステップアップしていくのは本当に大事だなと思うし、ね、急にそのなんだろうね、そのあの頃ってだって我々2017、8年9年だったっけ、始めたばっかりの頃ってまだねペーペーですからね。でもそのせいでだからめちゃくちゃ倍率高くなっちゃったから、いつかそのなんかまあコンセプトライブっていう性質
上その多分なんか知りなんか中身を知りたい人もいるだろうなってことで、その時になんかいつかやるっていうのは言ってたんだけど、ようやくその時くらいか、その時かなと思ったのでやることにしました。あのみ、うん、そうだね、見に来てくれたら嬉しいです。そう、千里の道も一歩からというコメントがありますけど、その通りだね。多分たそこにやろうと思えばその時でもなんていうか、もっと大きい会場を用意はできるんだろうけど、そのなんだろうな、僕たちはそのやっぱプロのミュージシャンとしてやるわけだから、そのそのなんだろうね、がっかりさせて帰らせるわけにはいかないわけよ。だからそのお金を払ってきてもらってるわけだからね、そのなんだろうね、ちゃんそういう意味でその千里の道の一歩はすごく大事というか、あの時無理に大きな会場を用意しなくて僕はすごく良かったと思ってるなんというかね。でもそれ大きな会場でやるっていうのはね、すごい悪いわけじゃないんだよな、決して悪いわけじゃないと思う。ただなんだろうね、そう悪いわけじゃないんだよ、なんて言ったらいいんだろうな、そこに釣り合うだけのパフォーマンスをちゃんとできる力をつけてからやりたかったっていう話かもしれない。その会場に釣り合うだけのね、我々だってあれだもん、この間国際フォーラムとかでやったけど、そのそこにそのもちろんそこに立てるだけのパフォーマンスと技量だったりその作り込みだったりはね、しっかりした上でライブを行っている意識はあるけど、それでもまだやっぱ我々にはでかいところだと思うし、でもお客さんたちが来れなくなっちゃうからね、さすがに。だから徐々に大きくしていく過程にちょっと付き合っててもらえたら嬉しいなと思います。言語化めちゃくちゃ難しいんだよな、こういうのって。他はまだ言語化めちゃくちゃ下手だね。コーストとかさ、ゼップとかってさ、やっぱバンドやってる身としては結構憧れの場だよね。あれはすごい、多分僕が10代とかの頃に立てるようにな、立てるまでになるよっていう話をしたら多分ね、そんな信じないとは思うね。信じないだろうな。何やるかずっと悩んでるわ今。何をやったらいいんだろう。
あらり僕らも息も忘れて、あらり僕らも息も忘れて。もはや懐かしい曲だな、春泥棒。まだ1年も経ってないやろうけど。そういえばあれか、うん、12月だからあと数ヶ月ぐらいすればね、桜咲いてるんですよね。なんか去年とかあんま見れなかったな。そういえばキーどこにしよう。高架橋を抜けたら雲の隙間に青が覗いた。最近どうも暑いから高風が吹くのを待ってた。木陰に座る何かを煮つく。見上げればず上に咲いて散る。次の日も待ち合わせ、花見の客も少なくなった。春の匂いはもう止む。今年も夏が来るのか。高架橋を抜けたら道の先に君が覗いた。残りはどれだけかな。どれだけ春に会えるだろう。川沿いの丘、木陰に座る。また昨日と変わらず今日も咲く。変なに僕らも息も忘れて、また瞬きさえ送る。花散らせ今吹くこの嵐は、まさに春泥棒。風に今日も時が流れて、立つことさえ臆う。花の隙間に
花ももう終わる、明日も会いに行く、春がもう終わる、残るように時間が散っていく。愛を歌えば言葉足らず、不無因さえ送る。花開いた今を言葉ごときが語れるものか。変なに僕らも声も忘れて、また抱きさえ送る。花見は僕らだけ散るな、また春吹雪。あともう少しだけ、もう数えられるだけ。あと花二つだけ、もう花一つだけ。忘れてるな。か。あ、雨が降った、花が散った、ただそう待った、頬を持った。雨が降った、花が散った、ただ染まった、頬を持った。僕はずっとバケツいっぱいの月光を飲んでる。本当なんだ、夜みたいで薄く透明な口触りで、そうなんだって。笑ってもいいけど僕は
つが去った街は静か。僕はやっと部屋に戻って夜になった。こんな良い月を一人で見てる。本当なんだ。昔の僕は涙が宝石でできてたんだ。そうなんだって。笑ってもいいけど声はもうとっくに忘れた。思い出も愛も死んだ。風のない海辺を歩いたあの夏へ。僕はさよならが欲しいな。ただまどろむようなもの一つさえ言わないまま僕は君を待っている。年を取った一つ取った。何もない部屋で春になった。僕は愛をそこが抜けた秘釈で飲んでる。本当なんだ。味もしなくて飲めば飲むほど喉が渇いて。そうなんだって。笑ってもいいけど僕は夜を待っている。君の鼻歌が欲しいな。ただまどろむようなもの一つさえ言わないまま僕は君を待っている。君の目を覚えている物
一つさえ言わないまま僕は君を待っている。メモしとくか。嘘つきはカポニ。これは嘘つきって曲です。ヨルシカの曲です。アコギの型番は D のいくつだったっけこれ。D のいくつだったっけ。マーチンの忘れちゃったな。どうなんだろう。薄い、28なのかな。18だった気がするんだよな。忘れました。マーチンです。最近いいことあったな。そんな長くやらんし、もうそろそろ、いやまだ終わらんか。今何分やったんだろう。7時に始めたからまだ45分くらいか。そう、北に達也の足の話したかったんだよな。いや皆さん気づいてないかもしれないんですけど、北に達也って足だんだん伸びてるんですよ。いやこれマジで、ライブツアー中に何回か会ってる僕が言うんだから、まあ本当に間違いなくて、なんか本当にみんな気づかないだけで、多分1公演で5は行ってる。5センチね。本当にびっくりするから。だってこの間マジ本当にさ、ステージの下から見てさ、足長すぎてさ、あの顎の下まであるかと思ったもん。あの言っちゃったもん北に、にお前8頭身のうちの7足じゃねみたいな言ったんだよね。それあのゼルダの伝説のさ、ムジラの仮面のあの巨人いるやん、あの突き支えてるやつ、最後にあれ、あ本当にあれくらい長い。びっくりするからみんな。じゃカメラだとね、本当にあの知らないだけなんだよ。カメラだとあのライブ映像とか見るじゃん。カメラだと本当みんな気づかないんだけど、本当にあるからそれくらい。あとあいつの北に達也がインスタでやってる僕のモノマネ全然似てないから、マジで本当に似てないから。でも足が徐々に伸びてるな。本当に誰も信じてくれないの。これ困るよね。びっくりするんだよな。絶対ズボンの中で竹馬してるってコメントいいな。言っとこう、竹馬してるんだあれ。そうだよね、説明つかないもんだって本当に。じゃカメラとか回ってるところだと縮めてんだよ。
僕の予想だとね、かかとの下、かかとから先がめっちゃあるの。あのなんだろうな、あの人ってその足があってさ、かかとからその爪の先までだいたい多分20から27センチで収まってるわけやん。あれがなんかすっごい長いウサギみたいな、あの本当に多分それがあって、見てない時はね多分縮めてるんだよね。でいわゆるつま先立ちの要領というか、すごいよあれは。バレリーナかと思うもんね。弦も張り替え時かもしれんな。ライブやったな。なんか前回この配信みたいなのやったのが、いつだっけ、半年ぐらい前みたいななんですよね確か。だから年変わる前にやっとくかと思って、年変わる前に久しぶりになんか配信しとけば多分あと半年ぐらい持つでしょ、そのこのチャンネルの意義ねえ。たまにやってなんかそのままね、インターネットの端っこの方でこういうのがね、こういうチャンネルが存在してるだけなんだけど、多分そのなんだろうな、ヨルシカファンの半分も言ってないか、1割ぐらいしか多分知んないじゃん、こんな辺境の謎のチャンネル。そんくらいでいいよね。ああ、半年か。そういえばライブしたな。俺はヨルシカじゃなくてナブナファンやけどな。ありがとう。そうか。僕のこと好きなの？君。そう、ありがたいね。あ、疲れた。今年の秋ってめちゃくちゃ短くなかった？そのですか？あの体感的には15日ぐらいしかなかったよね、あれ。その紅葉がなければ気づかんかったかもしれん、あれ。びっくりしたよね、今年の秋の短さ。秋コート出してさ、15日ぐらいしたらもうなんか2週間経ったあたりでもう冬コートになったじゃん。すごかったよね秋。栗とか落ちてたか分かんないもんね、その本当に栗がその落ちる暇があったんかなと思って。僕は岐阜に住んでた頃はね、岐阜が地元なんですけど、岐阜にいた頃は結構栗とか落ちてて持って帰ってその水の中につけてさ、で中が虫に食われてるやつは浮いてくるから、でその浮いてきたやつを拾ってみると中に穴開いてるわけよ。でその浮いてこなかったやつだけ
家にもその持ってって、でそれをね栗ご飯とかにしてもらってましたよ。栗やってたね。栗ってだってもうその都会に出てからさ、その見ないやん、栗って本当に存在したのかみたいな、あの夏の思い出だよね。夏じゃない、秋か。本当にいたんかわからん、あれは。栗、栗ね、でも拾ってたな栗。都会で見ないっすよね栗。あの昭和記念公園とか行ったらね、あのイチョウとか今年も多分綺麗だったんだろうけど、でも秋一瞬で終わったから見れなかったね。行く暇なかった、一瞬だったから。うん、モンブランね、そう、モンブランのためだけに存在してるよね栗って。食べられるためのね、食べ物というか果物、あれ果物なの、違うか、食べられるための実じゃん、モンブランとして食べられるためだけの。え、びっくりしちゃうよね、あんなトゲトゲしてんのに。トゲトゲしてあんな食わないでって言ってるのに、なんか美味しいんですよ。びっくりしちゃうよな。そう、昭和記念公園久しぶりに行きたいんだけどね。他何があるかな。ブラックフライデーってあったじゃん、あのブラックフライデー、あれがね、その毎年ね、その音楽系のプラグインが、プラグインだったり機材だったりが絶対セールになるから、その時に僕もなんか買おうかなと毎回毎回悩むんですけど、毎回毎回買わずに終わるんですよね。今年こそは、今年こそは買おうと思ってて、もう心構えもだいぶしてたんですけどね、秋一瞬で終わっちゃったからね。あの栗食べる間もなく終わってたから、ブラックフライデーも例外なく終わりましたね。びっくりしちゃった、気づいたら12月になってた時。びっくりしちゃったね。その頃にね、あのナルバリッチの JQ さんと、あのバウンディ君とおでん食いに行ったんだよな、おでん。でなんかあの JQ さんが、あのナルバリッチのライブ僕見に行ったんですけど、その時着てたあのめちゃくちゃ洒落た服くれて、喜んで持って帰ってきましたよ。JQ さんめちゃくちゃおしゃれなお兄さんって感じだよ、感じだよ、ですよね。誰に向かって喋ってるんだろうねこれ。ナルバリッチ今聞いてもいいよね。バウンディ君もね、今めちゃくちゃ最近バズってるんじゃない、踊り子が。なんか話した覚えあるの、ちょうど踊り子出した後ぐらいで、なんかやっぱ時代の流れというか、インターネットがすごい全盛を迎えてさ、でそのインターネットの中であの頃を解雇するような楽曲だったり作品だったりがとても増えたじゃないですか。まあ、バイパーウェブだったり、ミュージックビデオとかでも、あ、さ、そうか、ローファイヒップホップとかもそうだし、ミュージックビデオとかでもわざと昔風のブラウン管風のその汗った映像を使ったり、わざと画質だったり音質を落として音楽を作っ、画絵だったり音楽を作ったりっていう、まあそれのだからそこを本当にうまいこと本当に潮流に乗って、そのバウンディ君の色をつけて、なんかそのインディーポップっぽいものをさリリースするっていう、
ねえ、あの子は本当にいいもの作るねっていうことをね、おでん食いながら話してたね。こんにゃくとか食ってた、ありのままの姿のね、卵ってこういう時ぐらいしか食わないよなと思いながら、その生まれたままの姿の、ねえ、ゆで卵ってそんな食わないし、大根もね、そのままの大根ってなかなか食わないよね、おでん以外で。食べながら 話してたね。2人ともライブかっこいいのがいいよね。ナルバリッチもすごい、みんなが踊りに行ってる感じがあった。強烈な横乗りがね、多分声出せる時代だったらすげえ気持ちよかったんだろうな。そのうずうずする感じが逆に今のライブシーンに合ってるのかもしれない。踊りたくてでも踊れないみたいなね。うずうずしに行く場なのかもしれないね。海外でも割とそういう、だからそのローファイな感じのポップスっていうのはやっぱり1年前から本当に流行りだしておいて、ジンジャールートとか多分踊り子好きな人は聞いたらね、ハマるかもしれないね。もうちょっとインディーっぽい感じだけど。やだな。なんか26って割とまだギリギリ、おじさん、26おじさんって言っちゃうと、その多分いろんな人に反発を受けるから、そのおじさんって言えないけど、でもちょっとシャレになんなくなってきたよね。そのなんだろうな、30に踏みかかるじゃないですか。来年僕はだから27になって、その時に僕は27って数字って限りなく30に近いから、いつの間にかこんな年になってんのかっていうのがびっくりしちゃうよな。だって僕の曲とか聴いてる子たちってみんな10代でしょ。10代20代、あでも結構3040も聴いてるって話だけど、なんか そうなんですよね。おじさんは30超えてからやっと、はあ30か、30か もうおじさんになっていくと、だってある日自分の枕からお父さんの匂いがするっていう話を聞きますけど、怖いよね。そのショックだよね、多分。わかんない、君たちの気持ちが僕にはわからないけど、まだ多分そうっすね。おじさんの匂いか。タバコも吸わないし、お酒もやらないし、コーヒーも飲まないから、その何だろうな、おじさんの匂いみたいなものには多分無縁だと思いながら今生きてるんだけど、でも枕からするのだけは怖いよね。だって逃げられないから。
そのタバコ吸ってなくてもいつか起こりうる話ではあるからね。最近、コメント読んでるとなんか言葉が出てこなくなるな。豚汁まずいっていうコメントはどうしたんでしょうね。豚汁食いながら見てるのかな。豚汁か、椎茸が無理なんですよね。椎茸が無理だから、その豚汁に椎茸が入ってると困る。大変困る、ほんまにね。調べるか。ヨルシカ、なんでヨルシカをやるかって言ったら、自分の作った曲ってコードを覚えてるから楽なんですよね。コードと歌詞を覚えてるから、基本的に練習しないで配信を練習だと思いながらいつもやってるから、配信以外で歌って歌わないしな、仮歌以外だから。その場でパパッと歌えるやつじゃないと困るんですよね。歌えるやつってなるとバラードばっかりになるな。ツノコ陰に座ったままアイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ。本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。言葉をもっと教えて。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったままアイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ。本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。忘れないように、色褪せないように、形に残るもが全てじゃないように。言葉をもっと教えて、夏が来るって教えて。僕は描いてる目に映ったのは夏のボレーだ。風にスカートが揺れて、思い出なんて忘れて浅い呼吸をする。汗を拭って
夏めく忘れてしまったかな、夏の木陰に座った頃、遠くの丘から顔を出した雲があったじゃないか。君はそれを掴もうとして、バカみたい肉を切った手で、僕は紙に雲一つを書いて、笑って握ってみせて、忘れないように色褪せないように、歴史に残るものが全てじゃないから、今だけ顔をなくして、言葉も全部忘れて、君は笑ってる、夏を待っている僕らを、レイダー心をもっと教えて、夏の匂いを教えて、浅い呼吸をする、忘れないように色褪せないように、心に響くものが全てじゃないから、言葉をもっと教えて、今も見るんだよ夏に咲いてる花にボレーを、言葉じゃなくて時間を、時間じゃなくて心を、浅い呼吸をする、汗を拭って夏めく、夏の匂いがする、もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。言葉をもっと教えて、さよならだって教えて、今も見るんだよ夏に咲いてる花にボレーを、言葉じゃなくて時間を、時間じゃなくて心を、浅い呼吸をする、汗を拭って夏めく、夏の匂いがする、夏の匂いがする、もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。意外と高い方がいいかもしれないですね。花にぼれ
カポ5、4、5 4の方がいいかもしれない。カポ4 ってどうやって作ってるんだ。リードギターはまあなんだろうな、リードギターから作ることもあれば、そのバッキング作ってコードの流れができてから入れることもあります。基本的にヨルシカでギターリフとか作るときは、そのやっぱなるべくポップなものを作るっていうその意識はあるから、ギターリフとかに関してはね、そのだからペンタトニックとか、もうほんとメジャースケールマイナースケール、その単純にね、そのなんだろう、木をてらわずにどこまでいけるかっていうことを僕はずっとやってるね。リフってなるとね、難しいことしてもなんか本当にただ自分が満足するだけになっちゃうからね。そのソロも同じだと思いますけどね、そのなんていうか、そのポップなさ楽曲だったり、そのストレートにメロディーを聴かせたい楽曲で感想でさピロピロやったり、まあそれが正解の場合もあるけどね、ジャズっぽくコードトーンを追いかけたり、オルタード弾いたりっていうのをやっても、なんというかその技術の見せつけになるだけだから、その本当に楽曲が欲しがってるところで適したものをやるべきだなというのは僕も戒めていますね。その僕はそれをうまくできているかどうかはまあ全然わからないけどまだ着配だからね。隅田川、わあいい曲だよね、雨ざらしね。技術の話は本当にそうだよ。夏目漱石にさ、これは僕はよくする話なんだけど、夏目漱石に夢十夜っていう短編集があるじゃない。でその第何夜かに、その、まあ、夏目漱石が見た夢っていう題材で、まあ、漱石が短編を書いたやつなんだけど、その中にその仏師、仏を彫る仏だったり、仏師でもないか、だから彫り師ね、
のみで木を削って仏像を掘る人の話が出てくるんだけど、それを漱石が見る夢というか、あの運慶だったかな、そのがいて、で、ああこれが話に聞くその堀鹿だと。でなんでそんなスラ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 木が掘れてそれで形になっていくんだっていう、その漱石は不思議に思って、できっとあれの中にもうすでに仏像の形があって、でその仏像の形に沿って掘っているだけだから、だからあんなスラスラあの掘れるに違いないっていうようなことを漱石は思って、あの家で自分で掘ってみるんだけど、全然その中からどれだけ掘ってもあの仏像が出てこないっていう、そういう話があるんだけど、僕はすごい楽曲制作だったり作品作り全体においては僕はまさにそれだと思ってて、あのそうだね、仁王だね、その最初から楽曲にはある種到着点というか決められたはずの形が、最適解みたいなものが絶対にあるはずで、でそこに向かって僕たちはだから波を振ってその仏像の形を探していくっていう、それが僕は本当に作品作りの正しいやり方だなと思うわけですよ。その途中でだから妥協して波を振るのをやめちゃったら最後まで掘りきれないし、で逆にその最初からこういう形で埋まっているんだっていうことをある種狂信的というか信じていなかったら、その本当に美しい仏像の形にはならないわけで、でだからさ、技術をそのどれだけすごい飲みを振る細かく精巧に作れるっていう技術を持っているっていうのは本当にあのアーティストだったりあの仏像を作る側としてそれは絶対に持っておいた方がいいあの技術だと思うんだけど、そのどれだけ緻密にやるっていう部分は仏像の本来の形には関係ないじゃん。その仏像にめちゃくちゃ精巧なさあの入れ墨入ってるとか、あの仏像の頭の帽子の形があのすごいことになってるみたいな、それってまあ本来必要ないものかもしれないわけじゃん。もしかしたらそれが正解なのか、正解の仏像もあるのかもしれないけど、だから我々がやる創作っていうのは技術の見せつけになってはいけないっていうのは僕はすごく思うよ。どれだけギターが上手くなったり創作が上手くなったりしてもね、そういう夢中夜の話だね。である種我々はその創作を作る人間たちはその仏像というか最終形が見えてなきゃいけないし、そのなんだろうな、漫然と作るのはそれに失礼だと思うし、そうなんとなくでね、でも絶対に正解はあるはずなんだよ。そのためにそれをだから本当にその仏像をちゃんとした形で彫ってあげるためにはその身を振る技術もちゃんと日々磨いておかなきゃダメだよねっていう話でもある。そのだからギターはどれだけ上手くなっても足りないし、その他の楽器もね、作曲技術も全部そう。どんだけ行っても道半ばなんだよな。その自分が上手くなったと錯覚しちゃダメだとは思います。作っていく過程で変わったりより良くなることもあるんじゃないですか。それ本当にあるね。でもなんかある種その変わっていった先に行き着くのが、だからもしかしたらある種運命論だけどさ、その作品があるための本当の本来の形なのかもしれないじゃん。だからまあ僕が言いたかったのは、その今の話に関しては今いろんな僕話下手だからさ、すごくいろんな話が混ざっちゃったけど、技術の話と完成形の話と、その
最終的に完成形を目指すっていう話では、一番最初にその仏像の形は頭に描いて、ちゃんと未来図としてあった方がいいよね。漫然と作るのはすごく作品に対して失礼な話でもあるから、まあこれはでも僕の価値観でしかないか。好きに作ったらいいんじゃないですか。気づいたけど、イズントシラブリーってめちゃくちゃいい曲なんだよな。進行もそうだけど、ジャズとかやる上での、あの基礎とかも詰まってるよね。そのジャズ的なアプローチを磨くのにもいいし、まあ、それだったらもうオータム・リーブスがめちゃくちゃ最その練習には最適解なわけだけど、でもやっぱスティービー・ワンダーすごいなとは思いますよね。いい曲だよな。弾くたびに僕はエルキの人間だなって思うな。どうやって作詞すればいいのかわからない。その方法がわからないなら、だからさっき言った完成形をちゃんと考えるのが一番大事だから、あのとりあえずだから世に完成してるものを見たらいいと思うよ。例えば自分の好きな曲があるとすればいいじゃないですか。その曲はだから、ただどうやって作詞されてるのかとか、そのただどういうテーマで1番ポップスだったらね、あの1番2番とか、あじゃあ1番はこういう風に伝えたいテーマがじゃあサビにあって、その A メロはその前奏なんだなとかで、1、2番入って3番でじゃあその結論がどう変化していくとか、そういうある種その作詞する人の定石みたいなのはポップスにおいてはあるから、あくまでポップスの話ではあるけどね、そういう自分の好きな曲とかをあのちょっと研究してみるのはいいかもしれないですね。いいと思うよ。その僕もこんな偉そうなこと言えるほどあのすごい人間ではないけど、おすすめのプラグインありますか。あのこれ僕は DTM 始めた頃からめちゃくちゃ便利でずっと使ってるのは、あの Waves の R コンプっていう、
あれは本当にめちゃくちゃ便利。なったっけ、何でも多分 R コンプでなんか出てくるんじゃないの。正式名称なんか忘れたけど、 R コンプと H コンプはすごくいいプラグインですよねっていう。創作は技術の見せつけになってはいけないっていい言葉ですね。でもね、これね、全てじゃないんですよ。技術の見せつけってマジで気持ちいいんだよな。気持ちいいし、僕技術の見せつけの曲大好きなんだよ。例えばさ、ヴァンヘイレンがさ、もうタッピングでチャラララララピレ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 ってやってるじゃないですか。僕あれかっこいいんだよ。でもあれってその彼らのある種ギタリストだったり表現者としてのエゴが先にあって、すごい奏法を見せつけたいっていう、それが先にあってできてる音楽でもあるから、本当にだから全てではないと思うんだよな。その技術の見せつけがダメっていうわけじゃない。そのジャズとか、僕はすごいジャズの話するの、僕はジャズが結構好きだからなんだけど、特にさ、だジャズとかの世界っていうのは本当にある種その技術競争になってるところもあって、もうなんだろうな、チャーリー・パーカーとかさ、ジェット・ベイカーとかさ、もうやってることはだからコードトーンなぞって、オルタード使って、そのチャーリー・パーカーはもっとなんか意味わかんないことしてるけど、なんだろうな、その自分がどこまで生きるかの競技じゃんあれって。でもあれがすごくかっこいいんだよ。その嫌味のない見せつけというかね、作品のことをちゃんと考えた上で、そこにそのだからちゃんとコードトーンから外れないようにだったり、そのなんていうか、そのコードに合ったスケールを使うことだったり、モードを使うことだったり、そのちゃんと作品のことを考えて、その額縁に収まる範囲で技術を見せつけに行くっていうのは、僕はすごく美しいやり方だと思う。だから見せつけはね、全てではない、見せつけはダメってわけじゃないんだよ。そう。逆にその見せつけられない曲が悪いわけでもないしね。最近さ、バズった海外でなんか再ヒットしたので再評価されてる、だからウォルターズの I love you とか、あの曲とかってそのウォルターズのその頃出したアルバムって結構なんだろうな、バンドとしてめちゃくちゃ全体の演奏がうまいわけじゃないんだよ、きっとそのめちゃくちゃうまい人からすればね。でもそのそれゆえの、その自分の持ってる手数がの中で、その表現力の中で頑張って石を磨き上げたからこその、その曲の良さがねあるというか。I love you みたいなやつ高っ。サビとか本当に単純やん。その4513なのかな、コードちゃんと分かんないけど、サビとかその本当に単純なフレーズの繰り返しなんだけど、そのあの曲の最適解ってあれだなと思ってて、途中そのある種のグルーヴ的な拙さだったりの部分も味に合ってるというか、拙くはないやつ、拙いって言い方は違うな、
なんていうかきっとその世界でトップの編曲者とかプロデューサーがあガチガチにアレンジしたら多分音楽の質的な絶対的な質的な意味ではすごい高まるとは思うんだけど、でもそうじゃないんだよね。あの曲の最適なあの音源こそがあの曲が持って生まれた力だなと思うし、何の話してるんだろうな。他何を熱くなってるんだ。音楽が怖くなったことってありますか？これは君が今怖くなってるのかな？でも怖がることはないよ。音楽は手段だからね。その人間が何かしらの方法で幸せになるための手段の一つに音楽があるわけで。怖くなってまでやることじゃないね。だからこそ面白いんだけど。だからこそ僕はすごく正しい意味で音楽を愛してるしね。ギターの好きなエフェクトありますか？最近買ったやつで、チェイス・ブリス・オーディオのムードっていうようわかんないリレーエフェクターは良かったですよ。ようわかんなすぎてよかった。面白いことあるな。見れてない映画もたくさんある。時間が欲しいな。1日2倍になってほしいんだよな。映画見る時間もないし、小説見る時間も読む時間も欲しいし、買ったまま聴いてないレコードもたくさんあるし、聴けてないんだよな。時間が足りない。やりたいことが多すぎる。多分来年もどっかでなんかやります。その前にライブか。
考えたってわからないし、青空の下君を待った、風が吹いた正午、昼下がりを抜け出す想像、ねえこれからどうなるんだろうね、進め方教わらないんだよ、君の目を見た、何も言えず僕歩いた。青春なんてつまらないし、やめたはずのピアノ、机を引く癖が抜けないね、将来何してるだろうね、音楽はしてないといいね、困らないでよ心の中に、一つ線を引いてもどうしても消えなかった、今更なんだからな、もう思い出すな、間違ってるんで分かってないよ、あんたら人間も、本当も愛も世界も苦しさも人生もどうでもいいよ、正しいかどうか知りたいのだって防衛本能だ、考えたんだ、あんたのせいだ、考えたってわからないか、いつか死んだらって思うだけで胸が空っぽになるんだ、将来何してるだろうって大人になったら分かったよ、何もしてないさ、幸せな顔した人が憎いのはどう割り切ったらいいんだ、満たされない頭の奥の獣みたいな劣等感、間違ってないよな、なんだかんだあんたら人間だ、愛も救いも優しさも根拠がないなんて、君が悪いよ、ラブソングなんかが痛いのだって防衛反応だ、どうでもいいか、あんたのせいだ、だってわからないし、生きてるだけでも苦しいし、音楽とかもわからないし、歌詞とか適当でもいいよ、どうでもいいんだ、間違ってないだろ、間違ってないよな、間違ってないよな、間違ってるんで分かってるんだ、あんたら人間も、本当も愛も世界も優しさも人生もどうでもいいんだ、正しい答えが言えないのだって防衛本能だ、どうでもいいや、あんたのせいだ、信念があった、今じゃゴムみたいな思いだ、何度でも君を書いた、売れることこそがどうでもよかったんだ、本当だ本当なんだ、昔はそうだった、だから僕は、だから僕は音楽をやめた。じゃあね、またね。